おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ウェブ研修の時間が気づけば2ヶ月ぐらいになりましたね初めは1ヶ月ぐらいで7月の中旬ぐらいってなってたんですけど、気づいたらね、この前担当者さんに電話させていただいて、そしたらね、なんかワクチンがうんたらかんたらでまた伸びちゃったみたいですよね。ただまあウェブ研修がこう2ヶ月普通に続くっていう、なんかすごい企業さんですよね言っちゃえばね、すごい企業だと思うんですよ。ウェブ研修、待機者研修がこんなに長い間ね、できるようなとこ、ほら外部に委託してとか、だからそういう意味でもすごいな。だから単純に伸ばしてるってだけじゃなくてさ、その待機者研修のその幅もすごいよねっていうのが最近の感想ですね。はい。まあ、この動画自体は、まあ、EX 会の予定なんで、てか EX 会なんで、すぐ上げれると思うんでね。はい。近況報告かてらって感じです。はい。じゃあ今日はね、企画やっていきたいと思います。行ってみよう !EX 会です。さっき言ったべや。数々の名勝負を生み出してきたこの EX 会なんですけど、今回はね、僕の中でね、大流行りの、そう、僕の中でですよ。僕の中で大流行りの、ね、アンダー20をね、第2回やっていきたいと思います。イエーイアンダー20ね、やっていきたいと思うんでね、まあ概要なところはね、ちょっとおいおい説明していくとしてね、前回はね、ちょっと強すぎる超エキサイティングなチームがね、生まれてしまったわけですけど、今回はどのような戦いになるんでしょうかね。皆さんもどっちが勝つか予想してください。よろしくお願いします。さあ、じゃあ行ってみよう。というわけでね、アンダー21号目、ルールの方を今からね、ちょっとパッと出そうと思うんですけど、このような感じでね、チームを組んでいただきたく思います。はい、というわけでね、画面で、ね、今隠してるんで説明します。こちらのパーティー、前回大将、しゅうちゃんのパーティーが今回先鋒となっております。やっていけー、しゅうちゃんやったれ、しゅうちゃんその場にいないよ。さあ、ね、お互い先鋒同士のまず戦いになります。まあね、チームはね、ほとんど、しゅうちゃんのパーティー以外は全部作り替え、4つ新しいチームが出てますね。まあ、こちらは新チームのその一つです。行ってみようさあみんな好きでしょ、こういうの。僕の考えた最強のチームみたいな。さあ、1回戦、始まりました。前回大将のしゅうちゃんパーティー、大健闘のしゅうちゃんパーティーが先方に出た、ね。前方に出て、2P チームはね、ちょっと、まあ、僕の考えた最強のチームみたいなね、脳筋みたいな、脳筋を絵で描いたようなね、パーティーが出てまいりました。行きましょう。さ、まあ、HP は完全にもう 2P の方が上でね、火力もまあ 2P の方が高いんじゃないかな。鍵なのは、2P チームは多分1つ目ピエロが狙われる関係上、その1つ目ピエロがどんだけ受けるかですね。さあ、まず開幕からね、ギガスラッシュ打ってね、もう HP の1000の差をつけていく。アックスライバー、物理的行動不能からだ。これは怖いぞ。あー、ピロリは入って160食らってんのか。やばいな。さあ、切り返してけ、こっから。さあ、王者の一戦、いざ予感。1、2、フィニッシュ。いいね、418、麻痺効果をね、期待したいところですね。アンダー20、どっちもね、いいチームになってるからね。さあ、ギガンテスをね、うまいこと狙ってますね。一番まあダメージが通るギガンテスをちゃんと狙っている。さあ、こっから。さあ、メラミは誰に打つ？でも、ギガンテスにしてあげろ。おっと、そいつに打っても仕方ないぞもうちょっと効くやついたんじゃないか？まあまあまあ、でもそこそこ効いたな。さあ、来た。殴りかかる、ぶん殴る。いやー、ぶん殴るが強い。ぶん殴るが強いんだ、ぶん殴るが。来た、骨の爪。ほぼ、ナイル。1。おーい！一つ目で避けてね。一つ目で避けて避けてる。さあ。一旦目はお互い、まあ、打点の取り合いだけど、HP 差があんま埋まってないね。1000、まあ、100ぐらいちょっと埋まったかなぐらいで、ちょっとここからね、開始を期待したところ、王者の一戦いった！ドラゴンゾメいったよいしょ！あ、全然いかん。ここで一旦急速、ホイミ！ここで一旦休息入れて。さあ、一応素早さはね、バトルマスターともがくとして、こっちの方が早いね。まあ、ドラゴンゾビーやギガンテスはそんな早いモンスターではないから。さあ、こっから返されるぞ、でも。パワフルスロー、両手に構えて。大回転、一つ目ピエロが、おっと、死ぬことやばいか
一つもシールドこそ行ったらやばいと思ったわ今。ちょっと待って待って、やばい。ガードしてるぞ。ちょっと待てや。待て。ダメ。ちょっと待って。本当に最強だったこのチーム。流れを掴んで豪快にやられました。さあ、一P チーム、副将、魔法使いで参ります。まあ、魔法使いのパーティーもね、いろいろ考えた結果ね、このパーティーもつきました。ルーンスタッフという珍しい珍妙な装備ですけど、仲間も珍妙、キャタピラーとスライムナイト。ちょっとこのね、なんか、珍妙なパーティーがね、なんか全体的にちょっと緑っぽいな、色。どこまで活躍してくれるかな？いやー、これね、ただ、この、あ、向こうのパーティーが、2連回心はちょっとやばすぎたな。それはもうどうしようもなかったと思う。デンタリッチですら粉砕できたんじゃないかな、むしろ、今の火力は。さあ、今度はね、打撃耐性が一切ない魔法使いパーティーになりますんでね、どうしてもちょっとね、厳しいところはあるかもしれないね。魔法使いのこのパーティーはね、今回はね、キャタピラーがちょっと鍵握ってると言っても過言ではないんじゃないかと。さあ、ギガスラッシュ振られる。よいしょー。うわー、ガードした！おー、ガードした。さあ、ジャンプ切りで攻めていくが、おー、よかった。あいつ行ったらやばいと思ったよ、今。今絶対やばいと思った。さあ、ルーンスタッフの技といえばこの技。締め付ける。まあ、ドルクマもあるんですけど、ここは締め付けるでいきましょう！よいしょ、大地の怒りを受けてみよう！せーの、よいしょ、ドン！あ、全然やん。かかんねえなー。さあ、向こうのアックスドライバーの方がよほど怖いところですよ。ああ、ひでえな、これ。ひでえな、もうひどい。きつすぎる。ああ、突進してきた！よけろ！ああ！魔法使いが、ただ、このパーティーの注目してほしいのが、基本的になるのは魔法使いです。キャタピラーより打撃耐性を魔法使いが光のルースをあえて着てるんですよ。魔法使いがあえて、おお前が転んだか。おし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 、でかい。さあ、お互い止めたな。魔法使いがね、光のドレスを着ることにより、キャタピラや打撃耐性が低くね、精度の盾を装備したり、回避率を上げたいぞ、ということでね、かなり避けれるユニットになってるんで、避けないとダメです。ただ、回避率 20% ぐらいあるんで、で、ガードもできるんで、ガンガンね、避けていったりガードするということですね。で、こちら仁王立ちを私はセットしておりました。なんと。このターン攻撃は食らわないですね。宇宙いらない！それをさっきやってくれ、頼むから。それをさっきやってくんねえか。さあ、このターンはね、もう向こうが打撃ばっかのこともね、ありがたく、ガンガンガードできるんでね。この1ターンの大幅有利はでかいよ。ただ、こっちはね、止まってんのがちょっときつかったね。あ、いいのかよ！せいも持ち上げた！行くぞね、いいよ！なんでだ？せーの、ドン！まあ、効くんだけどさ、ドラゴンゾンビあたりがね。うん。ホイールスピン！キャタピアのこの、転ばせるホイールスピンで、打点取れ！転ばせろ！ちょ！あ、全然だ！これあまり効いてないぞ、だときついな。さあ、仁王立ちも使っちゃったんで、できればね、このタイミング埋めたかったね。このターンに埋めたかったね。差があんま埋まってない。さあ、互角の勝負でございます。さあ、つばぜり合いと言いましょうか。つばぜり合いもね、自分の指揮でやりますんで、まあ、自分の判断でやるしかないんでね。今回 1P 側が仕掛けてます。さあ、お、黄色なんだ。黄色じゃん。キャタピラーとかで転ばしたからかな。おお、やった。これは勝ったわ。1P勝った。これは 1P 勝ちましたね。はい。多分、キャタピラーとかで止めた分、勇気がこっちの分があったんだろう。仁王立ちで防いだにね。よし、ここで 1P が勝っていく。1P ここでね、アンダージーへ頑張れ。さっ、この前みたいなことだけやめてくれ。この前みたいな、なんかね、もうどうしようもないみたいなやめて。いいよ、取れた。行くぜ、せーの。いいよ、はい。いやー、でもできればね、転ばせる方に行かないとダメだよ。オッケー、キャタピラーちゃん頼む。お前が鍵握ってるわ、多分。はい、ホイスピン性の。はいしょ、よいしょ。あー、あの渦が。くそー。もっと転ばしたいね。そうしないとちょっときついよ、これ。
次の一旦を押し来た。この一旦でかい。この一ピチピロリでかい。基本的にはね、さっき言った通り魔法使いが本当にいられてますね。まあこれが判断力を逆手に取ってる感じですかね。判断力を逆手に取ってね、あの相手を狙う方向を魔法使いに向けて、キャタピラーが狙われるわけにはいかないんですよ、正直言うと。キャタピラーだって身の回り低いですし避けるわけでもないですしね相手の判断力にね、全てを捧げてる。判断力を利用したモンバトルは当たり前の発信。ただちょっとこれは打点、勇気足りるかっていうか、ホイールスピン勇気足りるか。これできれば、いやーもう全然効かねえな。ジャンプ切りが当たれば勇気回収できると思う。ただ主人公に行ってなんかガードとかされたらきついね。さあボンネイル止まらない。まだボンネイル止まってない。怖いなこれ。ワンチャンこれさ、痛恨とか会心で死ぬ。あーうわ結構食らう。そうだよ、魔法使い打撃耐性があれだもんな、そのせいで。さあ空高くジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。主人公に行ってなんかガードとかされたら、主人公に行ってなんかガードとかされたら、ガードとかされたらバカだれバカタレ。このゴミカスだわそれは。あでもまだチャンスある、まだチャンスある。勝負は最後まで分かりませんよバカタレ。やばい、この前と同じになっちゃう、この前と同じになっちゃう。それだけは、それだけやめてくれ。いじみしてくれ。中堅のいじみせろ。副将の大将、副将の大将じゃない、副将の大将って何副将のいじみせろ。ちょっと止めて、一回しか止めてないのはちょっと厳しすぎるよ。思考区はなんでギガンテスが避けてんだよ。いやー、避けろ避けろ避けろ、避けるしかない、避けるしかない。避けて避けて避けて、ちょっと待ってちょっと待ってくれ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 待って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 柵死、柵に溺れた範囲はキャタピラーじゃなくピエールだった。ゴミカス死ねピエール。なんでだよ、もうラスト大将ゴールドタヌバズズキャットフライもうラストなんでだよ、もう大将ですか。あれなんか前回このパターン見たなさあ1ピーチーム追い詰められました。大将戦になっちゃったじゃないか。なんでだよなんでだよ。さあ1ピーチームラストはね、バズズがいます。なんとね、いよいよ見てバズズいるからね。主人公が10点だから、こっちも主人公格と言わんばかりのね、バズズがいるんですね一体これは何事かと。さあこのバズズを入れたね、モンスターマスターパーティーが大将でございますがいや、なんで魔法使い勝てなかった。あそこ勝たないとダメだったって。またこのパターン、また大将が頑張るパターン。さあこの大将もね、どこまで頑張れるかですね。まずはキャットフライね、バズズを入れた瞬間横が貧弱にしかならなかったんだよねまあそれはでもどの主人公パーティーは全員それをね、まあ体験してるからどうしようもないんだけど。さあ行ってこい、鋭い爪の一撃、悪魔の爪アート。うわー来た来た来たぞ、来た来た、バズズ頼むぜ。モンスターマスターの称号で素早さも明らかに上がってるんで、多分バトマスと拮抗するぐらいじゃないかな。だからこの2体はほとんど先制だと思う。さあコンボを振ります、ブン回す、よいしょ、ゴールドタヌお前かいよ、ギタン。いやでもこれって多分ね、キャットフライなんだよね、狙われるのって。キャットフライがね、避けてくれないとダメだ。キャット！うわっ！うわ避けないとダメだよ。避けないと死んじゃう、死んじゃう、君ちょっと。強烈な突風が吹きすさぶー！なんでだよ。あ、でも結構食らうな、ゴールタヌ。さあ、ゴールタヌ、頼むわ。お前はポンポクダンスで敵を止めます。さあ、ポンポクダンスで止める、それが勝ち筋。おしまいかなおしまいかな、もしかして、もしかしてこのゲームはおしまいですかねえ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 、やばいって頼むってあのさ、僕ってこのアンダー20のチーム作った後、裏でなんかね3回ぐらい戦ってたりしてるんですよ。そのどれぐらいか、誰に攻撃向くかをチェックするために3回ぐらいやってるんですよ。それを信じてそれなのに
いざ動画撮るとこうなるの。さっきのヌースタフのパーティーだってキタピラ結構止めてたべさ。なのにね、動画撮るとね、いきなりこういうことになるの。なんでだろうね。不思議だね。頼む、買ってくれ。もう一匹買ってくれ、頼む。ポンポコダンスでうまい踊りを弾ければ、頼む、ポンポコダンス。よいしょ。うっ、誰き、何した、よし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 、来た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 、それは来たわ。釣られて踊り出したわ。でかいな、でかいでかいでかい、ぶん殴る。やばいな、うわやばいなこれ。さあ1P チーム、互角の勝負です。 1P チームがこのもう多分このターンに決まると言っても過言じゃないんじゃないかな。ここで一気に戦況を傾けよう。さあ 1P チーム SP カードいきましょう。スペシャルカードはもちろんモンマスならこれだよね。宇宙の出爆発グランドミラー、イエーイ、せーの、よし、 HP が追いついた。いやでもバズ爪痕じゃない、やばいな。お前はもうお前嘘だろ、お前嘘だろ、お前、ま、お前負けに行ってない、なんか負けようとしてない。なんで動画撮ると君たちは急に負けようとし始めるの。え、一ピチーム何、ストレート負け、もしかして。一ピチーム頑張ってたじゃん、 ちゃんと俺さチーム組んでさ練習してたじゃん。ダサくか、ダサくなのか。あー、ほら足んない、もう悪魔の爪痕だった。ワンチャン受ければいけるか、キャッチャンとかが避けるしかないよ。頼む、よしよし、これ生き延びた、いけるか、いけるか。今のパワフルスロー余計はあのミスはでかい。まあ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 、うーギガンテス、うー、クルダ失神、うわー、なんとか耐えたか。このターンだね、もうすべてがこのターンで決まったわ。頼む、やってくれ。いやでもキャッチャーバズズが先制するのは目に見えてることよ。やってきた。気合はまあ、自分の爪で相手を切り裂く悪魔の爪痕、よっしゃ、やった、大将いじみした。さあ 2P チーム、ね、副将まで来ました。副将はですね、モンマス、スライム、スライムナイト、スライムタワーというね、スライム草原森のスライムたちがやってまいりました。ちょうど20点になりましたよ。同じね、モンマス同士、負けられない。そしてね、大将の意地を見せてほしい。ね、行きましょう。で、まあ、このスライムチームっていうのは、ワンチャン力、爆発力がすごいんですよね。会心率がみんな高くて、だから今回はね、残念ながらやな、主人公がメタルキングの盾とかスライムトレイを持ってれば、このチームは結構厳しくなるんだけど、モンマス同士だとどうなるんだろうね。ただこっちにはね、10点のバズズがいるんで。さあ、盾の取り合い。おーい、なんでだよ。おめえ避けんのかよ、おめえ避けんのかよ。さあお互いボンマスでね、火力があるチームだね。バズズもこっちが火力あるし、さあスライムもね、会心率がやばいからね、このチームはね。で、まあ打撃耐性はみんなないっていう珍しい戦いですね。今回のチームは誰一人打撃耐性を持っていないな。ゴールドタヌだけだ。ゴールドタヌは打撃耐性持ってるからね、まあそいつに行ったら通行みたいなもんか。ロケット財布、相手のワン、ツー、スイッチ、うえー、キャットフライが受けないとダメだね。おい、キャットフライ、スライムが受けとんねや。スライムが受けとんねや。お前らが避けられやんわけがない。バズズもキャットフライも受けるんだけどな。ジャンプ切りバズズに行った。なんでだよ。この野郎、お前裏切ったか。こっちが、あんなチームが使った時ピエール何もできなかったくせに、この野郎止まれ、ポンポクダンス。お、誰、何してた、何した、何してたお前。出やがった。やった、お前それはやったわ。なんでポンポクダンスで不思議な踊りを弾くのよ。 75% の確率でいいやつ弾いてんのに。ひでえなこりゃ。やばい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 、一気にもうこれで終わる。ワンチャンこのターンに終わる、もしかして。いやー、ひどいな。で、素早さもね、今回スライムチームは早いからね。ミラクルスチューやばくね、バズズ、バズの悪魔爪痕が、あー、まあそれは大丈夫、それを返した。ジャンプ切り、避けて、なんでだよ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 。なんでそれをさ、さっきの一品の時できなかったんだよ。
スライムナイトの機嫌やば。お前どうなってんの。逆に言えばこの副将のスライムチームがいかに強いのか分かるけど、いや分かるんだよ、分かるけど違うんだよこっちの時に見せてくれ。本当にあのカスみたいな活躍しがってギバラしてたんだよ本当に。さあワンチャンこれで終わってしまう可能性があります。いやーここ耐えて大将の意地を見せてくれ、頼む。やばい、だっおめえ強いバカだ、やばいな。なんか前この展開見たな、前と同じ展開やな。お前ら移動通りに行かんかな。